はい、どうも名古屋に熟考チャンネルをご覧の皆さん、どうも熟考の井口です。どうもこんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日こちら、中学基礎固め 100% できた中学社会地理になります。そしてこれ公文出版になります。公文出版といえば基礎標準をしっかり固める、そういった出版社になります。そしてこの教材は、これ実はね、シリーズ化されてまして、他の教科もあるんですけど、めちゃくちゃいい。そしてこれ新学習指導要領対応っていうことになってます。これがね、前の教材も非常に良かったんですけども、また新しくなってバージョンアップしました。またね、紹介していきたいと思いますので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録、高評価、コメントだったりとか、ブログで参考書紹介してますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、じゃあこの教材紹介していきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、予習復習用、定期テスト用教材、そして予習復習用教材にも向いてるっていう教材になります。非常にいい教材です。もう基礎を固めるんであれば、これ一冊でも十分じゃないかなっていうぐらい、それぐらいいい教材です。まずレイアウトを言ってきますと、見開き1ページに解説が載ってます。こういった用語を覚えてください、こういった場所を覚えてくださいっていうのをしっかりまとめてくれてます。これが教科書が読み切れない子、ね、読解力だったりとか理解力がない子は、こういったまとまってるものをしっかりやるっていうのが一つ大事になったりとかします。そして次のページから問題になっています。この問題がね、ちゃんと分野に分かれてて非常に量が多いです。なので基礎を固めるにはこの教材一冊でいいと思います。ただし定期テスト対策っていう考えで言うと、この教材だけだとちょっと物足りないって感じはあるので、もう一つ、応用って言わないんですけど、標準から応用につなげるような、そういった社会の教材を買った方がいいと僕は思います。この教材は基本的には基礎固めなので、標準レベルまでぐらいしか上がらないです。あとは一問一答ではないんですけども、用語の確認がやっぱ多いですね。記述式っていうわけではないので、なんでそういったところも一つあるかなって感じですね。でも表とかグラフとか、地図とかから読み取るとか、そういった問題もちゃんと入れてくれるので、一問一答形式よりも全然こっちの方がいいになります。ただ地理上って書いてある通りに、地理と下があります。2冊が買って1冊っていう形になるので、量的には非常に多くて、で2冊買わなきゃいけないっていうので、めんどくさい、お金もかかるっていうこともあるかもしれないんですけども、それぐらい価値がある教材だったりとかします。ぜひ参考にしてください。参考になった方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントだったりとか、ブログもぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。